おはようございます。10月19日朝6時7分の相場解説です。冷やしを見てますけども迷いなく右肩上がりの上昇が続いております。で、下髭が大きく出てるところでね、これは売りの圧力が入ってもすぐに買い戻されて同じ水準に戻るということを意味してますので、よりですね、えー、この買いに対して、倍に対しては自信を持っていいんじゃないかなと思います。細かく見ていきます。4時間です。 4時間軸を見てみますと、なんか昨日ね、5時か6時ぐらいに大きな下髭が出てるんですよ。これちょっと不気味ですよね。でも、下髭ってことは、一旦売られたんだけども、同じだけ買い戻されて、元の数字に戻ってきたってことなんで、まあ、長い目で見てあんまり存在、あの、問題ないかなと思いますよね。じゃあ1時間を見ていきましょう。1時間で気になるポイントなんですけども、んやっぱここでまず一番最初に、 えー、強い陽線がストップして折れ曲がっていってるとこですよねで下はここが底になってますから箱をねこういうふうに作ることができると思うんですよでここで箱を抜けてブレイクしましたんで新しい箱がこういうふうにできますで同じようにここもそうですよね、まあ、ここはちょっと大きくなりましたねこんな感じですねだから箱を繰り返して右肩上がりなんでまあ、大振りしなければあエントリーした後10ピップ数前後 20ピップス、倍よっては5ピップスで利格して、で、値段が下がるのを待つと。下がったらまた同じように買うということで、小刻みに利格をやって利益を取れるのが、このお、レンジのトレンド状態。まあ、この形の特徴なんですよね。で、実際今、149円の22号に来てますんで、えー、これからも高値更新するんではなかろうかと思いますよね。150円までもう間近ですよ。はい。じゃあ今日もしっかり見ていきましょう。お今週っていうか今日もね、 ああのリグリ作戦ですねはい以上です